ちょっと大事な話があるんだけど、今大丈夫？どうしたのお姉ちゃん、大事な話って。実はさ、お母さんが癌になったんだよね。え？と言ってもそんなに大したものじゃないんだけどね。ちょって手術したら大丈夫なんだって。そうなの？とりあえず大事には至らないならよかった。大事な話って癌のこと？ううん、大事な話ってのはこれから話すことよ。今回のことでお母さんももう若くないんだって分かったからさ、念のためもう遺産相続をしちゃいたいと思ったの。え？でもお母さんまだ生きてるから生前贈与ってやつ、後からドタバタもしたくないし、できるものは全部もう私たちに名義変更しちゃうと思うの。いわゆる終活をするってこと？そういうこと。もちろんお母さんも合意の上だから安心してね。実はもう配分方法も決まっているの。あんたが畑で、その他の家、土地、車は全部私になったから。え？ちょっと待ってよ。何よその平気すぎる分配方法は。これだけ理にかなった分配方法はどこにもないわよ。これは、私たち姉妹が、どれだけお母さんにとって自慢できる子かで分けたんだからね。自慢できる子って？相続ってことは、お母さんのものを引き継ぐってことなのよ。それなら、引き継いで当然の人に、そのものを渡すべきだと思わない？その結果私は畑で、それ以後は全部お姉ちゃんなの？そうよ。あんたは役に立たない、アホの中卒。どうして私は、大学の肩書きもある優秀な姉なんだから。ちょっと待ってよ、お姉ちゃん。つまり学歴で分配したってことだよね。それなら反対だよ。私が中卒なのは全部お姉ちゃんとお母さんのせいなんだから。なんですって？私が高校に進学するとき、お姉ちゃん浪人生活3年目を決めたんじゃん。それで予備校代でお金がないからって私は高校に行かせてもらえなかったんだよ。そうだったっけ？それにお母さんはいつもお姉ちゃんにばかりお金かけていたよね。私の服は全部お下がりの中古でさ、習いたいクラブも全部お金がないからってさせてもらえなかったんだよ。私は常に服も化粧品も買ってもらっていたわよ。習い事なんて水泳と体操とダンスと英会話といろいろ通っていたわね。どれも長続きしない無駄金で終わったけどね。今までずっとお姉ちゃん贔屓だったんだよ。せめてこういう時くらいは公平に分けて。きっとお母さんもそう思っているはずだよ。ぺぺぺぺバカね。お母さんは全部お姉ちゃんに任せるって言ってるわよ。え？というわけで私の好きに分配するからね。あんたが相続できるのは家の裏にある畑だけ。それ以外は全部私がもらっちゃうから。中卒のあんたには畑程度がお似合いよ。そんなのひどいよ。私がどれだけ中卒で苦労してきたか分かってないでしょ。ごめんね。私大卒だからさ、中卒の人の気持ちなんてこれっぽっちも理解できないの。もういいよ。私は畑だけで十分だから。その代わり相続するからには大切に使ってよね。親やその祖父母が残してくれた大切な資産なんだから。誰にそれを言ってるか分かってる？私大学では経済学を専攻していたんだから。お母さんの資産は私が大切に使ってあげる。むしろその何十倍にも増やしちゃったり。お姉ちゃんお姉ちゃん、この督促状は何？お姉ちゃん名義の借金を私が返済することになってるんだけど。あら、もう届いたのね。そこに書いてある通りだから返済よろしくね。はあ？意味がよくわからないよ。ちゃんと説明して。だいたい生前に相続した資産がたくさんあるよね。それがあるなら借金返済なんてすぐに自分でできるでしょ。本当に中卒ってバカね。お金がないから借金返済ができないんじゃない？え？もうお母さんからもらった資産もないの。絵だって売り払うことになったし、お母さんなんて生活保護もらって市営住宅に住んでるんだから。ちょっと待って、どういうこと？お姉ちゃんが相続した資産は現金化すれば1億は確実にあるはずだよ。それがなくなって家も失ったって、この1年で一体何が起きたのよ？事業を起こして失敗して、その後投資詐欺にもあって、あっという間になくなっちゃった。はぁ？何やらかしてるのよお姉ちゃん。大学で経営学学んでたんでしょ。
資産なんて倍に増やせるとか言ってたじゃん。中卒のあんたにはわからないだろうけどね。人生は山あり谷ありなの。中卒のあんたにはわからないお金の使い道があるんだよ。お姉ちゃんの人生谷しかないじゃん。あれだけ大口叩いてこの結果、恥ずかしいと思わないわけ？うっさい。中卒のあんたが私に口出ししてるんじゃないわよ。言っておくけど、あんたが相続するよりはマシな使い方したんだから。は？あんたなんか相続させたら1年は持たなかったはずよ。きっと1ヶ月で資産を全部失っていたでしょうね。私だからこそ1年も持たせられたんだから。いやいや、私なら100年は持つわ。ポンコツお姉ちゃんと一緒にしないでよ。なんですって？あんた中卒のくせに大卒の姉をポンコツって言ったわね。ポンコツにポンコツって言って何が悪いのよ。三浪の上になんとか私立大に受かったポンコツのくせに。こんな姉のせいで私はずっと低学歴で大変だったんだから。はぁ？中卒のあんたなんて浪人どころか大学にも行ってないくせに。黙ってあんたは私の作った借金を支払っていればいいんだよ。低学歴のあんたはコツコツ借金返済生活がお似合いよ。は？親のお金を使い切って借金まで作っちゃったけど、私は悪くないの。だって私は大卒の素敵な肩書きがあるんだもん。借金返済は中卒のあんたに任せるから、一生かけて返済よろしくね。私が全部立て直したわよ。え？もういいよ。ようやくお母さんも目を覚ましたみたいだしね。お姉ちゃんが売り払った家も土地も全部私が買い戻したよ。もう私の名義だから、お姉ちゃんは入ってくることすら許さないからね。え？買い戻した？私が売り払ったもの全部？大企業勤めしながらたくさん人脈を作っておいてよかったよ。知り合いの仲介業者に全部頼んで回収してもらっちゃった。数千万はかかるけど、こんなの私の貯金からいくらでも出せるしね。めってそんなにお金があるの？そりゃ、大企業勤めで資産運用はガンガン回してるからね。貯金なら余裕で1億あるけど。え？中卒なんてがそんなに貯金よ？人生山あり谷ありだからね。いろんな困難を乗り越えたらいつの間にかお金が貯まっていたんだ。中卒でも生き方次第でどうとでもなるもんだね。いやいや、どうとでもなりすぎでしょう。え？お姉ちゃんこんなこともできないの？私中卒なのにできたんだよ。ご自慢の大卒学歴があるのに私みたいにできないの？は？大卒のお姉ちゃんがめちゃくちゃにしたもの、中卒の私が全部立て直させたよ。一瞬で私にもできるのに、お姉ちゃんは何もできないんだ。ちょっとあんた、私に喧嘩でも売ってるわけ？ねえお姉ちゃん、お姉ちゃんが言ってた大卒はすごいって何だったんだろうね。何もかも口だけだって、結果がついに出ちゃったね。はあ、ちょっとメイ、あんたいい加減にしなさいよ。中卒のくせに少し成功したからって調子に乗るな。所詮あんただって低学歴の中卒なんだよ。どんなにお金を稼いでもあんたは私以下の存在なんだからね。そうだね、私が中卒だって肩書きは変わらないね。そうよ、あんたは一生見る目な中卒なの。たかが中卒のくせに大卒の姉に名前聞いやがって。自分の立場をもう一度考えてみることね。私今年から大学教授なの。え？つまり大学教授の立場から考えたらいいんだね。でも教授の立場から考えてもお姉ちゃんがポンコツなのは変わりないかな。威張り散らせる人が私しかいない。とってもかわいそうな人だよね。ちょっと、あんた何を言ってるのよ。中卒のあんたが教授ですって？寝言は寝てから言いなさい。年中脳みそがお昼寝中のお姉ちゃんに言われたくないんだよ。言ってなかったけど私、今年から大学教授に選ばれたの。と言っても、ただの客員教授なんだけどね。え？いやー、仕事をめちゃくちゃ頑張って人脈も作ってたから、とある大学から声がかかってるんだよね。学歴に左右されずに成功する秘訣をぜひ生徒に話してほしいって。あんたが大学からスカウトですって？名前を書くだけで受かる私立大だから生徒の質が悪いらしくてさ、どうにか勉強意欲を駆り立たせる授業をしてほしいって依頼されたの。それがまさかのお姉ちゃんの母校なんだけど。え？お姉ちゃんの自慢してた経済学部って適当なレポート出すだけで単位がもらえるんだってね。こんなもののために私は高校進学できなかったとは。悲しみを通り越して呆れ果ててるよ。え？中卒のあんたが大学教授？そんなの嘘よ。
これは夢、これは絶対に信じない。それじゃあ一気に現実に連れ戻してあげるよ。借金取りさんが全員お姉ちゃんのところに向かっているからさ、嫌でも夢から覚めるんじゃないかな。なんですって？どうせお姉ちゃんのことだから自分の生活費くらいは隠し持ってるよね。え？私に借金を押し付けて自分だけのんびり暮らそうったってそうはいかないよ。借金取りさんには昔からお姉ちゃんがどこにお小遣いを隠していたか丁寧に教えてあげたから。なんてことしてくれるのよ。これはもしものためのお母さんの介護費用なの。だから借金取りに奪われるわけにはいかないの。それなら安心してよ。お母さんなら私が老人ホームに入れてあげたから、もちろん生涯にわたっての利用料は支払い済みだよ。え？だから安心してお母さんの介護費用も借金返済に使ってね。待ってよ、これまで取り上げられたら私無一文になっちゃうのよ。大丈夫、大卒だしすぐに次の仕事を見つかるよ。よかったね、借金持ちでも大卒の肩書きさえあれば再出発できるよ。みーちゃん、もしよろしければなんだけど、お姉ちゃんの借金一緒に返してくれないかしら。ほら、私たち仲のいい姉妹でしょ。こういう時は助け合いじゃないかなって。やだ、中卒と大卒の姉妹が仲良くなれるわけないじゃん。私お姉ちゃんに言われたことやされたこと全部覚えてるし、許すつもりもないからね。借金返済も自力でなんとかしてちょうだいね。それじゃ。やっぱりお姉ちゃんは隠し口座にお金を預けていたようで、すぐにそれを借金取りが回収。無一文のお姉ちゃんはバイトを始めたようですが、大卒にしかできない仕事しかやりませんとアホ発言連発で即刻クビ。そしてまた次のバイトとループを繰り返しているようです。お母さんは私に今までのことを謝罪してくれましたが、私も簡単に許すことはできないので、入所した老人ホームにはそれっきり会いに行っていません。私は毎日仕事と時たまの大学教授の仕事で忙しい日々を送っています。マナミさん、時間できたら連絡ちょうだい。すみません、お母さん。実は今、ちょっと外に出ていて、電車に乗ってるので、電話が取れませんでした。そう、それならこのままでいいわ。それで？それで？子供よ、子供。子供はまだなの？あなたたち、結婚してもう3年経つでしょ？子供ができたらこちらからきちんとご連絡しますから。毎日のようにご連絡いただかなくて結構ですって何度も言ってますよね。そう言われてしばらく様子見てたけど、なかなか子供ができたって連絡来なかったから、私からこうやって聞いてあげてるんでしょ。毎日お暇なのは分かってますが、暇つぶしにヨベイビーするなんて今時流行らないですよ。何よ、今じゃないしヨベイビーでもないわよ。それじゃ孫はまだかなんて私じゃなくてご自分の息子に言ってください。秀次は仕事で忙しいでしょ。私も仕事してるんですけどね。あら、あなたはどうせパートか何かでしょ。いえ、ちゃんと正社員として働いてます。これも何度も説明してるんですけど、認知症でしたらいい病院を探しておきましょうか。あなた、バカにするのもいい加減にしなさいよ。お母さん、嫁いびりもいい加減にしましょうね。こう言えばああ言う。それはきっとああ言えばこう言うです。地方の始まりですか、それとも元々ですか。あなたと連絡取ってると本当に腹立たしいわ。嫁いびりに屈しない強い嫁で感謝してほしいくらいです。だから嫁いびりじゃないって言ってるでしょ。ご自分がお姑さんからされたら嫌じゃないですか。毎日毎日孫はまだかって連絡されるの、私はプレッシャーですし嫌です。私は結婚して1年で長男を産んで、その後2年後に秀次を産んだもの。あなたとは違うわよ。そうでしたね。秀次は健康そのものだし問題ないのに、いつまで経っても孫ができないなんて、あなたが悪いんじゃないの。私は検査も行きましたけど問題なかったんです。秀次さんにも検査を受けるようお母さんからも言ってもらえませんか。秀次には問題なんかないって言ってるでしょ。落ち着いてください、血圧上がりますよ。あなたが私をイライラさせるんでしょう。更年期ですかね。次の母の日には余命書を送りましょうか。本当に腹立つ。とにかく早く子供を作って私に孫の顔を見せてちょうだい。いいわね。それは私の一存ではなんとも。それじゃあ明日楽しみにしてますから。明日
たこそ孫ができたって喜ばせてよ。まなみさん、子供はできたかしら？できましたよ。え、本当に？やればできるじゃない。まさか私も昨日の今日でできるなんて思ってなかったんですけど。でかしたわ。孫ができたってお父さんにも報告しなきゃ。よかったですね。何よ一言みたいに。あなたも母親になるんだからもっとしっかりしなさいね。一言なので。え、何を言ってるの。あなたの子供なのよ。ひれつぐさんが丘で種まきました。よその子供です。え、浮気して子供ができたらしいですよ。今ちょうど土下座されてます。あなたの大事な息子さんが私の目の前で。待ってちょうだい。私の孫ができたのよね。ひれつぐさんが種まきしてますから孫ができたことに変わりはないかと思います。でもあなたの子ではないのよね。そうですね、私とひれつぐさんの子ではないです。つまり見ず知らずの女とひれつぐの子ってこと。そうなります。もともと浮気は疑ってたんです。昨日更新所で調べてもらった結果を聞いて今ひれつぐさんに事の真相を聞いているところでした。ひれつぐは浮気したっていうの。なのでこれから離婚の話し合いをして私たちは別れることにしますね。ひれつぐさんは浮気相手と再婚して責任を取るそうです。何にせよ私に孫はできたってことよね。ひれつぐもあなただと子供ができないから他で作るなんてやり方は間違ってるかもしれないけど結果的に孫はできたし褒めてあげなきゃ。分かってますか。浮気したんですよ。離婚してひれつぐさんはバツイチになって慰謝料請求もされるんです。いつまでも子供はできない嫁はずっと抱えるよりマシよ。慰謝料だってなんだってこっちでサポートしますし孫のためにもあなたは今後一切関わらないでちょうだいね。秀次とよりを戻そうなんて考えないでよ。それはご心配されなくても大丈夫です。だいたい結婚前から気に入らなかったのよ。仕事を辞めて専業主婦になりなさいって言っても嫌だって拒否するし私の言うこと何一つ聞きやしない。生意気で子供も作れない女嫌だったのよね。嫁っていうのはもっと可愛げがあるものでしょ。それはご期待に添えずすみませんでした。これで毎日子供のことで連絡しなくて済むから気持ちがとっても軽いわ。私もこれで毎日の LINE 攻撃から解放されると思うと気持ちが軽いです。ちょっとだけ適当にあしらうのを楽しんでた部分もあったんですがやっとブロックできます。私の方がブロックしてやるわよ。それではあとはひれつぐさんと話し合って明日には離婚届を提出いたしますね。今までお世話になってないですがありがとうございました。さようなら。ブロック。まなみさん連絡してちょうだい。あ、ブロックするの忘れてました。ブロックするのにいちいちブロックって文字打つ人を初めて見たのがあまりにも衝撃だったのでブロックなんかしないでちょうだい。ブロックしたのお母さんですけどね。あは、もう義母じゃないですね。いいのよいいの、私のことお母さんで呼んでちょうだい。何かご用ですか。ひれつぐと別れて3ヶ月全然連絡取ってないでしょ。どうしてるかなって気になって。毎日うるさいライン攻撃から解放されてとっても快適に過ごしています。あの時はごめんなさいね、せかしたりしちゃって。何ですか、なんか気持ち悪いんですけど。私も反省したのよ。確かに姑にあれこれ言われるのってプレッシャーだしとっても嫌なことしてたわって。ご自分を顧みることは大切なことですね。自分の言動を振り返ってとっても反省したからあなたに謝りたいと思って連絡したの。もしかして本当は子供ができてなかったって知りました。え、なんでそれを。いろいろと調べたんですよ。浮気相手、ああ、今は新しいお嫁さんでしたね。そのお嫁さん、結婚したい男性に妊娠したって嘘を言う常習犯らしいじゃないですか。常習犯？大体の男性は引っかからないらしいんですけど、ひれつぐさんは引っかかってしまったみたいですね。ご愁傷様です。それじゃああの女、詐欺師ってことじゃない。ひれつぐさんへの愛が夢ですよ。どうして教えてくれなかったのよ。調べていろいろと知ったの別れたからなんですよ。
相手の方にも慰謝料を請求しなきゃいけませんでしたし、あの女妊娠なんか嘘っぱちで、妊婦だからって優しくしてたのに嫁入りにされたって秀次とお父さんに泣きついて、私肩身が狭いの。また嫁入りしたんですか？してないわよ。これだけ説得力のない言葉もないですね。私は何もしてないのに嫁入りだなんて毎日泣き真似して、むしろ私が姑入りされてるわよ。次何かあったら家から出て行けって言われてるの。大変ですね。お父さんも若いだけのあんな小娘に鼻の下伸ばして、お願いまなみさん、秀次と再婚してちょうだい。秀次さんまだ別れてないんですよね。子供はいないけど、あなたが大好きで結婚したかったの。で、女の言葉にほだされてるわ。お父さんもそこまで愛されてるのは男として本望だなとか言ってるし。秀次さんの脳内お花畑はお父さんの遺伝でしたか。男ってどうしてこうも若い小娘に騙されやすいのかしら。絶対妖精で我が強いお母さんに比べたら、どんな女性も可愛く見えるんじゃないですか。とにかく秀次は離婚させるから、まなみさんが再婚してちょうだい。バツ2の男なんて嫌ですよ。お願い、このままじゃ私追い出されちゃう。あなたは立派に仕事もしてて、あの頃の距離感が良かったの。同居して毎日嫁の顔見ることがどんなに辛いか。そうですね、家族とはいえ距離感って大事ですよね。そうでしょ、あの頃に戻りたいの。もう子供目なんて連絡もしないから。すみませんが無理です。どうして？私今インドにいるんです。え？会社の新規事業を立ち上げてこっちに来てるんですよ。あと3年はインドにいる予定なので。そんな、それじゃあ私はどうしたらいいの？味方もいないこんな家で暮らし続けるなんて辛いだけだわ。そんなの知ったこっちゃないですよ。こちらの問題なんで、こちらでどうにかしてください。私はしばらく仕事に生きるって決めたので。そんなに嫌なら秀次さんたちに出て行ってもらったらどうですか？あなたへの慰謝料でお金がないから無理って頑固なのよ。そう言って好き勝手うちのものを食べたり飲んだりして、食費がバカにならないわ。大変そうですけど、私には何もできませんよ。大体もう関わらないでって言ったのはお母さんですし。こんなはずじゃなかったの。孫の顔も見れない、働きもしない、家事もしない、文句と泣きまねだけは一丁前の小娘が我が物顔で家にいるなんて耐えられないわ。このままだと毎日うちの LINE が来そうなので、そろそろブロックしますね。待って、助けてほしいだけなのよ。あの頃に戻りたいの。自分だって文句ばっかり言ってたじゃないですか。文句言われる立場が分かってよかったですね。ごめんなさい、もう文句も言わないから。面倒なので一つだけ助言すると、その女のこときちんと調べてみたらどうですか？え？調べた結果を見て秀次さんもお父さんも何も変わらなかったら、それまでと思ってお一人で生きたらどうです？一人って別に悪いもんじゃないですよ。待って、あの女西以外にも何か嘘ついてるってこと？何があるの？あとはご自分でどうぞ。まなみさん待って、教えてよ、何があるっていうのよ。ブロック。まなみさんねえ教えてよ。まなみさん、助言通りイエボが調べると、秀次さんとの結婚前に同時進行で複数人との関係を持っていたことが判明。未だに何人かと浮気は継続していて、さらに妊娠できる体ではない女性だったと分かり、さすがに秀次さんもお父さんも目が覚めたようです。離婚して罰になった秀次さんから復縁要請の LINE が来ましたが、事情だけ聞いて親子2代とも遠慮なくブロック。まったく本当にしつこい親子でした。和樹、明日の結婚式準備予約終わったよ。ギリギリまで変更があって大変だったけど、これで明日は式に集中できそうね。お疲れ美月。でもごめんな、頑張ってくれたところ悪いけど、明日の結婚式はやめにするから。え、やめにするって？え、俺お前と結婚するのやめることにしたんだよね。は？というわけで俺たち別れようぜ。今日までありがとうな。ちょっと待ってよ。いきなり何を言い出すの？結婚式はついに明日なのよ。まあそうだな。けどそれがどうしたんだよ。どうしたって、
なんでそんなに開き直れるのよ。結婚式前日に別れるって自分が何を言ってるか分かってるの？なあ、もうごちゃごちゃうるさいな。明日だろうが中止は中止。お前なんかと結婚する気は失せたんだよ。は？どうしていきなりそんなことを言い出すのよ。私何かした？別れたくなるようなことを私何かした？そうだな。強いて言えば俺の運命の相手じゃなかったお前が悪いってことかな。はい？実は俺運命の人と出会ったんだよね。だからその人と結婚したいんだ。ちょっと待って、運命の人って、え？ある日いきなり出会ったんだよ。まさしく俺のタイプの女神な。その子も俺に一目惚れしたみたいで、これはもう運命の相手だろ。俺はあの子と結婚するために生きてきたと思うんだよ。ちょっと待ってよ、落ち着いて。カズキ、つまり私より好きな人ができたってこと？それで結婚は中止したいってこと？そういうことだ。お前との結婚は中止。俺は明日その運命のこと結婚式あげるからな。待って、結婚式あげるって、私とあげる予定だった式を別女とあげるってこと？まあそうだ。せっかくここまでお前が準備してくれたんだ。式まで中止にするのはもったいないだろ。いやいや、嘘でしょ。そんなのありえないから。あ？一体どこがありえないんだよ。全部だよ。直前での新婦交代なんて、式場だってびっくりよ。びっくりだろうが、こっちは客として金を払ってるんだ。別に新婦変更なんてできないことでもないだろう。そして明日の盛大な結婚式は俺が彼女と一緒にあげるんだ。式場も料理も内装も全部グレード上げたからな。きっと彼女も喜ぶぞ。そりゃ喜ぶでしょうね。あんたの両親がしゃしゃり出てきて全部好き勝手にいじった結婚式だもの。私はもっと落ち着いた結婚式は良かったのに。でもそれをご両親が豪華絢爛にって変更しまくった式だからね。いやー、我が親ながら長男の結婚だからって気合入りすぎだよな。それでもお祝い事に水を差したくないし、私だけ我慢すればいいやと思って準備してきたのに。ご両親に振り回されながらも何とか準備してきたのよ。なのにそれも前日に新婦変更って、どこまで私をバカにしたら気が済むのよ。だからごめんって最初に言ったじゃん。は？そんなんで許されると思ってるの？あんた私を裏切ったのよ。その上結婚式まで奪われて、それがごめんの一言で済むと思ってるの？おいおい、結婚式を奪われてって何言ってんだ？元から結婚式自体は俺のものだろうが。確かに好き勝手両親が口出してきた式だけど、その分全額俺の両親が出しているんだぞ。は？いいからお前はもう俺の彼女じゃなくなったんだよ。やーが騒いでないで俺に捨てられた事実を受け入れろ。よくそんな開き直った態度ができるわね。それなら最後にあんたの運命の相手を教えなさいよ。人の婚約者を奪い取るようなろくでもない女の顔を見せなさいよ。それなら教えるまでもないだろ。彼女のことならみつきも知ってるし。え？それで納得するなら彼女から連絡させるよ。それでいいんだろ。やっほー、私がカズキ君の運命の相手、アイカです。はぁ、アイカですって？あんたがカズキと結婚するの？そうなの。カズキ君の運命の相手だから結婚するの。なんかごめんね、あんたから奪ったみたいになっちゃって。いやちょっと待ちなさいよ。なんで幼馴染のあんたがカズキと結婚するのよ。こんなのっておかしいでしょ。どこがおかしいのよ。運命の人同士が結婚するのに何もおかしいところなんてないもんね。私とカズキ君は結婚する運命なの。ふざけたこと言うんじゃないわよ。あんたのことだし、絶対わざとに決まってるでしょ。私への嫌がらせでカズキを奪ったんでしょ。前に私の彼氏を奪ってそれっきり縁を切ってたけど、まさかまた奪われるなんてね。しかも今回は結婚式前日って、一体いつから付き合ってたのよ。いつから和樹と浮気なんてしていたのよ。だいたい半年ぐらい前かな。美月が結婚するって噂を聞いて、じゃあ邪魔しなきゃーって和樹くんに近づいたの。やっぱりわざと奪ったのね。愛か、あんたは一体何がしたいのよ。幼馴染の結婚をお祝いもできず、それどころか略奪するなんて、私に何か恨みでもあるって言うの？
恨みっていうか、ただムカつくだけかな。私より先に結婚するのが許せないんだよね。は？あんたが私より先に結婚しようとするのが悪いのよ。だから結婚する前に奪うようにしているの。抜け駆けなんて絶対に許さないんだから。全然意味がわからないわ。先に結婚する方が悪いって。結婚の順番にいいも悪いもないでしょうが。あ、何言ってるの？結婚は早ければ早い方がいいに決まっているじゃない。結婚が遅いと生き遅れ扱いされちゃうし、そんなの私許せないもん。は？それに私たちは幼馴染なのよ。あんたが先に結婚したら、お前はまだかって言われるのが目に見えてるじゃん。私が残り物扱いなんて絶対に嫌なの。誰も残り物扱いなんてしないわよ。まさかそれが私から立て続けに彼氏を奪う理由なの？くだらなさすぎてついていけないよ。めちゃくちゃ重要な理由でしょ。でもね、ついに私は気づいたの。この間はただ奪っただけで終わったけど、奪った後にそのまま私が先に結婚しちゃえばいいんだって。もう私ったら天才すぎるよね。それでカズキと結婚するってわけ？こんな馬鹿げたことして後で済むと思ってるの？怖い。でも悪いけど、もう彼は私のことが大好きなの。美月のことなんてもう何とも思ってないんだから。そうみたいな。運命の相手なんだとか頭が湧いてたし。ちょっとやめてよ。私のダーリンをそんな風に言うのは許さないわよ。ダーリンですって？あんたより先に結婚できたらそれでよかったんだけど、まさかここまでいい男と結婚できるとは思わなかったわ。豪華な結婚式もあげるし、きっとご実家が裕福なんでしょうね。もし結婚したら、家や土地も買ってくれたりして。この結婚絶対に大成功だわ。どうやらあんたも、和樹同様に頭が湧いているようね。こんな結婚が大成功？周りに迷惑かけておいて幸せになれるわけないじゃない。ペペ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 ー。いがみまくってて惨めだね。は？あんたが今日まで準備してくれた豪華な結婚式は、明日私が楽しんできてやるわ。めちゃくちゃ豪華な結婚式ね。彼側の親族だけで招待客は150人も。きっと、ご祝儀もかなりの大金が集まるんでしょうね。そうね。彼のご両親が呼びに呼びまくって、集めた招待客だからね。息子の晴れ舞台をたくさんの人に見てほしいんですって。たくさんの人に祝ってもらえるし、豪華な結婚式もできるし、最高すぎる。式も彼も取られて悔しいだろうけど、負け組は私に譲るしかないの。あんたの代わりに私が新婦になるね。式代1000万払ってね。え？浮気男となんて結婚もしたくないし、結婚も挙式もお好きにどうぞ。でも結婚式費用の1000万だけは何が何でも支払ってよね。それさえ払ってくれたら何も文句は言わないから。ちょっと待ちなさいよ。1000万って何よ、その金額は。普通の結婚式に1000万もかかるわけないでしょうが。それがかかっているのよ。豪華で広い式場を用意して全てのグレードを上げたからね。普通の結婚式どころか豪華絢爛な結婚式、あっという間に1000万オーバーよ。はぁ？ 1000 万だって芸能人並みの挙式費用じゃない。いくらグレード上げたからって所詮一般人の結婚式にそんなお金かかるわけないでしょうが。私も最初はそう思ってたよ。でも彼のご両親がやたらと口を出すせいで、私たちの結婚式はそれぐらいの金額になったのよ。もう打ち合わせするたびにどんどんオプション追加されてくからさ。え？待って待って、結構マジで言ってる感じ？あの、冗談とかじゃないの？本気で明日の結婚式は1000万もかかるっていうの？ええ、彼のご両親のせいでね。長男の結婚式だから豪勢にする、あれもこれも追加しろ、あの人この人も招待しろって。それで最終的には1000万の結婚式になったのよ。え、でも和樹くんが言ってたわよ。結婚式費用は気にしなくていいって、親が出すって言ってたし。金額はすごいけど、別に私たちが出す必要ないんだよね。ってことになってるけど、実はそうじゃないんだよね。え？
家族から聞いてると思うけど、口を出す分挙式代は全額和樹のご両親が出すって話だったのよ。でもなぜか支払い期日ギリギリになっても振り込んでくれないの。え、そしたらある日私の実家に電話があってね、全額払うつもりだけどたまたま手持ちがない、だから立て替えておいてくれないかって言われたの。立て替えるって1000万を？そうなの。何を言っても今は手持ちがなくて無理、後で絶対に払うとしか言ってくれなくて、それで仕方なく私と私の両親が全額立て替えてあげてるのよね。このことは和樹はまだ知らないんだけど。え？うちの両親が和樹に気を使ったのよ。恥をかかせるのもかわいそうだし、立て替えのことは秘密にしておこうって。ご両親が後日払ってくれれば済むことだからってね。え？そうなの？だから和樹はのんきに支払いは気にするなとか言ってるだろうけど、そうも言ってられないからね。彼のご両親にももちろん早急な支払いを請求するし、最悪の場合はあんたたちにも請求するからね。ちょっと待ってよ。最悪の場合ってどんな時よ？決まってるでしょ。和樹のご両親が1000万も払えないって言い出した時よ。え？それじゃあ明日の結婚式楽しんでね。1000万の重みを味わうといいわ。おい、ミツキ、1000万の戦いは本当の話なのか？本当に俺の両親はまだ1円も出していないのか？ええ、そうよ。なのに和樹は私の幼馴染と結婚するって言うんだもの。婚約破棄ってことで即日返してもらうから。1000万を即日って。でも悲しいことにご両親に連絡しても返信が来ないのよ。一応既読はついてるんだけどね。ええ？もしこのまま踏み倒されようものなら、こっちは弁護士を立てるからね。待って、弁護士は卑怯だろう。はあ？さすがにそれは大ごとにしすぎだって。結婚式はたくさんの人も呼んでるし、そんな結婚式は弁護士だったとはやばいって。親のことは俺が説得するからさ。だから頼む、弁護士だってそんな大ごとにはしないでくれ。十分大ごとにすべき金額でしょうが。それと、挙式費用だけで慌ててるけど、婚約破棄の慰謝料はこれとは別だからね。きっちり支払ってもらうわよ。え、俺、慰謝料も追加で払うの？きっと来週からは地獄の借金生活でしょうね。せめてもの思い出として、明日の結婚式ぐらいは楽しんできなよ。1000万なんてやっぱり払えないよ。お願いだから美月からのご祝儀ってことにしてくれないかな。幼馴染一家がお祝いで挙式費用を出してくれたってことで。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。それに1000万払うのは和樹のご両親でしょ。現段階ではまだあんたたちに払えなんて言っていないわよ。そうなんだけど、その彼のご両親が開き直ってるの。弁護士が来る前に早く美月たちに払ってくださいって言ったのね。そんな金はない、最初から払ってやるつもりはなかったって。やっぱりね、息子の和樹に甘いけど私にはどこか冷たいし、そんなことだろうと思ったわ。一応確認なんだけどさ、もしご両親が払えないなら私と和樹くんが払わないといけないんだよね。当たり前でしょ。もともとは新郎新婦が払うものをご両親が好意で払うって言ってたの。でもそれが無理なら元に戻って当事者の新郎新婦が払うべき。豪華な結婚式を楽しんだんだからとっとと払ってちょうだいね。そんなの無理だよ。和樹くんのご両親にもね、何度もお願いしたの。約束通り払ってくれないと私たちが払うことになるって。でもそしたらだんだん逆ギレしてきてね。もう、例えば勝手に新婦を変更した方が悪いって。息子との結婚を認めてあげたから私が払えって。この息子にしてこの親ありね。ねえ、お願い、1000万をご祝儀扱いってことにして。それが無理ならせめて分割返済とかできないかな。1000万なんて本当にないの。でもご祝儀とかあるでしょ。親族だけで150人も呼んでるし、あとは貯金とかかき集めたらなんとかなるでしょ。それがね、誰もご祝儀を持ってきてくれていないの。和樹くんのご両親がね、招待するときにご祝儀なんていらないから手ぶらでいいって、そうやって皆さんを招待していたみたいなの。来てくれるだけでお祝いになるからって、挙式費用なんて大したことないからご祝儀は必要ないって。うわぁ、最悪の見えっ張り両親ね。自分たちは1円もまだ支払ってないっていうのに、こんな状況で1000万も無理だから。しかも婚約破棄の慰謝料もあるし、そんなお金どこにもないよ。ないなら借りるか作るよね。そっちの事情なんて知らないし。
一括返済しか認めません。そんな、私たち幼馴染の仲じゃん。小さい頃からの友達がこんなにお願いしてるんだよ。少しくらい譲歩してくれてもいいじゃない。譲歩するような価値があんたにあるとでも？何度も言うけど、こっちは一切条件変更しないから。期日まであと一週間、きっちり全額支払いなさい。その後、愛香と和樹はいろんなところからお金を借りて、なんとか1000万の挙式費用と婚約破棄の慰謝料を支払ってくれました。そして借金生活が始まった後は、節約のために義実家同居を始めたと聞いています。しかし、新婦家族に挙式費用を押し付けようとしていた人ですからね。息子の嫁は家政婦程度にしか思っていないようで、毎日いびられては雑用を押し付けられ、こんなの思っていた新婚生活と違うと泣きわめいているそうです。一方、和樹はというと、借金返済のために日中は仕事、夜は夜の店の呼び込みバイトで毎日ヘトヘト。それでも借金完済の道のりはまだまだ長いようですね。おい、あかり聞いたか？息子のヒロトが第一希望の会社から内定をもらったそうだ。もちろん聞いてるわよ。しかも内定と同時に海外移動の相談もあったんですって。入社と同時に海外支社に派遣だなんて、さすが私の息子だわ。社長直々に期待してるって言われたらしいのよ。本当か？あいつ海外で働きたいって毎日頑張っていたもんな。こんなすぐに自分の夢を叶えるなんて、さすが俺の息子だよ。はあ？ちょっとユータ、あなた急に変なこと言うのやめてくれるかしら。え？ヒロとは私の連れ子でしょ。再婚相手のあなたの子供なんかじゃないわ。俺の子供って、私の子供に変な呼び方しないだよ。なんだよ急に。確かに俺とヒロとは血がつながっていない親子だよ。でも再婚して15年、ずっと家族として暮らしてきたんだ。俺の息子だって言って何が悪いんだ。なら、その家族ごっこも今日で終わりよ。今日から私もヒロともあなたの家族じゃなくなるんだからね。これは一体どういう意味だ？ユータ、私と離婚してちょうだい。私とヒロトはもうあなたの家族でいたくないの。離婚だと？それは本気で言ってるのか？もちろんじゃない。むしろこの日を私はずっと待ち望んでいたんだから。なんだと？一応感謝の言葉を言っておくわ。今まで私と連れ子である息子を育ててくれてありがとう。でもヒロトがこんなに立派に育ってくれたから、もうあなたは必要ないの。今まで ATM になってくれてありがとうね。 ATM か。そうよ、あなたと再婚なんて最初から全部金目当て。ヒロトの教育費を全額出してくれる男なら誰でもよかったのよ。うすうすそんな気をしていたが、金目当てって案外はっきり言ってくれるんだな。変にごまかすよりはいいでしょ。俺は子供一人を抱えながら頑張って生きてるあかりが好きだった。ヒロトのためなら何でもできるって、そう言ってパートをいくつか掛け持ちするあかりを尊敬していた。だから家族になって助けてやりたくて結婚したんだ。もちろん助けにはなっていたわよ。私一人の力じゃヒロトを海外留学に行かせられなかったし、私立受験に高校時代は、海外留学、大学も院まで進んで、今までヒロトの教育にいくらかけてきただろうな。ざっと5000万。本当に何から何までありがとね。おかげで私の息子はすごく優秀な子供になりました。大手企業に就職もできて、給料も地位も安泰。これで一生息子に養ってもらえるわ。ちょっと待て、あかりがヒロトの教育に力を入れていたのは養ってもらうためなのか？は？当たり前じゃない。他にどんな理由があるっていうのよ。当たり前って嘘だろ。普通は子供に将来苦労させないためとかいろいろあるだろう。伸び伸びと好きなように学ばせたいとかさ。そんなものに興味はないわ。私は楽して生きたいの。それで考えたのよ。私が一生楽して生きていくためには養ってくれる息子が必要だって。は？旦那に頼った結果が前の旦那との離婚でしょ。だからその時に悟ったのよ。旦那は所詮赤の他人、頼るなら絶対に私から逃げない息子しかいないって。お前は息子を
ヒロトを何だと思ってるんだ。何よ、私がヒロトを産んであげたのよ。ヒロトが私を養うのも当然じゃない。産んでもらった方はちゃんと母親に返さないとね。ヒロトはお前のために勉強したんじゃない。もちろん就職もだ。離婚には同意するが、ヒロトを道具のように使うのは許さないぞ。あんたの許可は必要ないんだよ、この赤の他人。っていうか、離婚に同意するなら人様の息子を勝手に呼び捨てにしないでくれるかしら。あの子は私の息子であって、あんたの息子じゃないんだよ。なんだと？ヒロトったらね、海外支店の派遣先がフランスなんですって。私一度でいいからフランスに住んでみたかったのよ。母の夢を叶えてくれるなんて本当にいい息子に育ったわ。その育ての費用は全額俺が出したんだがな。だからそれに関しては感謝しているわ。立派な息子を育てるにはお金が必要不可欠なんだもの。あなたのおかげで全て順調よ。本当に俺のことは ATM にしか思っていなかったんだな。何よ、ATM のためにご飯作ったり掃除したりしてあげたじゃない。それだけでも感謝しなさいよね。何が感謝だよ。塾の送迎だ、夜食の準備で寝不足だだの言い訳ばかり。日々のご飯も掃除も全部ほとんど俺がしてたじゃないか。何よ、私だってたまには料理くらいならしてたでしょ。たまにご飯を作ったかと思えば全部若いヒロと基準だろ。唐揚げ山盛りに脂身たっぷりのステーキなんて、この年の俺にはひどすぎるぞ。というか全部お惣菜かデリバリーだもんな。あーもうギャーギャーうるさいわね。離婚に同意するんでしょ。ならグダグダ言ってないで、とっとと離婚届にサインして。それでもう私たちの家族ごっこは終了よ。あ、そうかよ。ならとっととサインしてやるよ。あんたなんて子供を育てるためのただの ATM よ。大切な息子は一流企業に就職したし、もう用はないんだから。用済みなのはそっちだ、バカ。え？子供のいない俺に子育ての経験をさせてくれたんだ。その子供はもう育ちし、そうなったらこっちこそ赤木に用はないんだよ。何よ、用済みって言われたのが悔しくて言い返してるわけ？幼稚臭いことしてんじゃないわよ。どうせ内心は離婚を言い渡されて涙目のくせに。は？私と離婚したら寂しい老後生活が待ってるもんね。まさかこんなタイミングで捨てられるなんて思ってもいなかったでしょ。あーかわいそうに、何千万もかけた息子と愛する妻に捨てられて。おいバカ嫁、一体いつから自分が今も俺に愛されてると錯覚していた。え？あかりからの ATM 扱いなんて薄々気づいてたし、老後のお前を養うつもりなんてこっちにもないんだよ。寂しい老後生活だわ。こちとら離婚後の明るくて自由な老後しか思い描いていないんだよ。はぁ？何よ急に強気になって。ならお互い利害の一致ってことでとっとと離婚よ。おう、離婚届にサインはしておいたぞ。とっとと出て行け。言われなくても出て行くわよ。今日のお祝いだってヒロトと二人でするんですから。そして私はこれから息子と二人で暮らしますからね。嫁ならともかく息子の海外転勤についていく母親なんて聞いたことないぞ。でも家族だもの、別に変な話ではないはずよ。優秀な息子と離れ離れになるからって嫉妬は見苦しいわよ。嫉妬だと？優秀で自慢できる息子はいなくなって寂しいんでしょ。でも残念でした、ヒロトは最初から私だけの息子です。あなたと離婚したらようやく息子と二人っきり。一流企業に就職した息子にずっと養ってもらうもんね。黙れこの寄生虫め。え？さっきから聞いていれば腹立たしいなんてもんじゃないぞ。フランスに一緒についていく？息子に一生養ってもらう？何言ってるんだこの寄生虫。いい加減にしないと頭から殺虫剤かけまくるぞ。なんですって？よくも私を虫扱いしてくれたわね。息子を私物化するんじゃない。赤木の産んだ子供ではあるが、息子は息子。これからのヒロトはお前から解放されて伸び伸びと生きていくんだ。
は？何言ってるのよ。ヒロトは一生母親である私と生きていくのよ。ヒロトは息子の希望で、このまま俺の養子にする。ヒロトは一生俺の息子だ。は？え、養子に、あの子の希望で？うん、そうだ。あかり、お前ヒロトにもう離婚のこと伝えただろ。うん、伝えたわ。だからお祝いは私と二人っきりで行いましょうねって。その後すぐだろうな。俺のところにヒロトから連絡が来たよ。離婚は大賛成だけど、俺はお父さんと一緒にいたいってな。は？幸い、養子縁組してるんだ。あかりと離婚しても、この養子縁組は解消しない。俺とヒロトは血が繋がっていなくても、一生親子だ。はぁ？何よそれ！ヒロトのやつ、本当にあなたにそんなこと言ったの？おぉ、なんならスクショでも送るか？それともヒロトから直接聞いた方が早いか？今二人で友達のレストランにいるんだ。なんですって？今日は家にいたくないし、このまま外食しようかと思って店に入ったらヒロトがいたんだ。お父さんならこの店に来るだろうと思ってたって。親のことをよく見てる、できた息子だよ。何よそれ。ヒロトったら私の連絡には全く返事くれないのに。それがヒロトの答えだろ。もうお前はヒロトにとって母親でも何でもない。これからはただの他人だ。ふざけないでちょうだい。私が今までどんな思いでヒロトを育ててきたと思ってるのよ。私立の高校も海外留学も全部私が用意してあげたのに。あかりが用意したのは学校のパンフレットだけだろ。その他の費用や受験申し込みは全部俺がしたぞ。ねえ、そこにヒロトがいるんでしょ？ヒロトにお母さんを捨てるのかって聞いてちょうだい。心優しい息子だもの、私を捨てるなんてことを絶対にしないわよね。ヒロトからの伝言だ。産んでくれたことは感謝してるけど、僕はお母さんのおもちゃじゃない。え？ヒロトから聞いたよ。お前中学時代からヒロトの交友関係に口出ししていたみたいだな。友達や恋人と強制的に別れさせられたって言ってるぞ。それは母親として当然でしょ。優秀な人間になるためにはバカな人は必要ないの。私はヒロトのためを思ってしてあげたのよ。なら次に消えるのは赤木の番だ。優秀な息子にはバカな母親は必要ないだろ。え？ヒロトとご飯食べるから2時間後くらいには家に帰る。その頃には赤木も家にいてくれ。離婚届にサインを書いてもらいたいんだ。ちょっと待ってよ。ヒロトがあなたと一緒にいるなら私もあなたと一緒にいるわ。離婚なんてしたら私一人ぼっちじゃない。そうなったら誰が私を養ってくれるのよ。いい大人なんだから自分で何とかしろ。俺は絶対に離婚の意思は曲げないぞ。そんな私の夢がフランスが。じゃあまた後でな。離婚後は速攻家から追い出すから覚悟しておけよ。息子との食事を終えて帰宅すると、土下座するあかりが玄関で待っていました。そのまま玄関で離婚届にサインを書かせると、息子と協力して荷物ごと追い出すことに成功。その後息子のヒロトはフランスに旅立ったのですが、諦めきれないあかりもフランスに強行突破。しかしビザが取れず、空港を出ることなく日本に送り返されたと聞いています。それからは俺にも息子にもブロックされ、泣く泣く地元に戻ったそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。